さあ行きましょう、はい、楽しんでいきましょう、お願いします、よろしくお願いいたします、はい、せーの、よっしゃー、よっしゃI'm not afraid to die.
追いかけて追いかけてもつかめない。 Wanna bank on inside
Thank you.
よくぞいらっしゃいました。2日目でございます。去年からですね、2days ということでさせていただいてるんですけれども、この中で2日とも来ましたよという方いらっしゃいますか？うわー、たくさんいらっしゃる。ありがとうございます。昨日もですね、少しお話をさせていただいたんですけれども、まあ、昨年も同じようにですね、2日間で、公演をさせていただいて人数限定ということでですね、まあ、昨年の時点では、来年は大丈夫だろうと、少し期待はしてたんですけれども、やっぱり、コロナウイルスの状況というのがですね、まだまだ、落ち着かない状態でございまして、今年もですね、2日間の人数限定ということでさせていただいております。もうこういった状況の中でですね、コンサートができる、皆様の前で歌わせていただける、ステージングをさせていただける、演奏させていただけるというのはですね、本当に、ありがたいで、ことでございます。本当にどうもありがとう。昨日もやったけど、これもさ、これ初めての方いらっしゃいますか？あー、いらっしゃるいらっしゃる、ありがとうございます。毎回これをやるんだよ。昨日もやったんだけど、昨日来た人はまた同じ流れかよって思ってるかもしれないけど、そこは、知らないふりをしてください。なんだね、見えてるよ、見えてるよ。落ちないでね。福岡在住の方、たくさんいらっしゃる、ありがとうございます。昨日ね、多分僕の、記憶の中では、いたのか、もしくは、僕の中ではいなかったと思うんだが、もしいて手を挙げていて今日も来ていらっしゃるのであれば すみません、福岡以外の九州在住の方、いらっしゃる、ありがとうございます。それではありがとう。そして、海外の方、さすがにな、ね、なよな。ここでもしいらっしゃったら、うわっ、まあまあまあ、なんでこれ挟んだところはね、ちょっと戻そう、戻そう、戻すからね。今のところはちょっとカットでお願いします。ですね、九州以外の方、いらっしゃる、今日もありがとうございます。なんだろう、今この状況なんですけれども、コロナが収束してですね、また自由に動き回れるようになれば、僕らがまたあなたたちの街に歌わせていただけたらと思います。どうか最後までよろしく。
楽しんでいただけておりますでしょうか。例年のごとくですね、ここに僕の、汗の池ができております。まあ昨日来た方はご存知かと思いますし、毎年来ていらっしゃる方はですね、もちろんご存知かと思うんですが、今年はやるのかなって思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。まあチャガちゃんがね、今真ん中に来たので、これはなんだろうな、数年前にですね、ひょんなことから、やろうというノリで始めたものではあったんですが、いつの間にか、毎年恒例になりましてですね、今日もその、3人組が来ているようなので、まあ、昨日もですね、これも言いましたけれども、というよりも昨日も言いましたけどって言うとくだり多いな。まあ、これのいいところっていうのはね、俺が一曲休めるんですよ、本当に。まあということで、ちょっとバトンを、二人にあったバトンをですね、右側、の方にずらしまして、僕は一度、吐けます。どうか最後までよろしく。ようこそああ今年もやります。今年は新曲やります。もう30年くらい前の曲ですけど、ね、本当いつかやりたい、いつかこの曲をもうやりたい、もういつかいつかやりたい。というわけでマルチバックス。
どないよね。We don't
残すとこですね、あと2曲になったんですけれども、こういった状況の中でですね、こうやってライブができることはですね、本当にありがたいことなんですけれども、欲を言うならば、来年こそはですね、ここの間が少しずつギュッと縮まってですね、たくさんの方々の前で一緒に同じ時間を同じ空間で共有できたらと思います。もう一度、もう何度言ってもですね、足りないぐらいなんですけど、こういった状況の中でご来場いただき本当にどうもありがとうございます。
人は皆悲しみたくない。人は皆苦しみたくない。人は誰もが笑い合いたい。人は誰もが幸せになりたい。涙した歌たちが国中を駆け回り、やがて海を越え遠い異国まで風を運んだように、音符をなぞった僕らの憧れもまた、いつかこの手を離れ一人で歩き出す、そんな気がする。ここは途中で、今は我慢で、恋の続く限りまっすぐ誠実に未来へ呼吸をつないでいく。つないだ先の空を見上げて、同じ星たちを美しいと笑い合いたい。人は誰もが笑い合いたい。人は誰もが幸せになりたい。今日はどうもありがとう。海の上にそびえる不思議な木。
アンコールありがとう。ですね、今回もですね、ここにこうやって集まっていただいた方々、そして、やっぱりですね、長く、今回は、ご来場を、見送ろうと、された方も中にはたくさん、いらっしゃいます。で、今回もね、本当にありがたいことなんですけれども、こうやって、収録が入ってます。お手元にですね、チラシを、お配りさせていただいたかと思うんですが、11月の22日の月曜日ですね、夜の8時から、このコンサートの模様を、YouTube、C&A 韓国チャンネルでですね、配信させていただくことが決まりました。まあ、配信というですね、この文化というのはやっぱりコロナ自体が、今後収束したとしてもやはりずっと残っていく、文化ではないかなと、思ってるんですけれども、やっぱり、配信は配信の、楽しみ方があって、生のライブは生のライブの、楽しみ方があってですね、今後はですね、この生のライブとそれからこの配信とですね、どちらも両方ですね、大事に大事に、していこうと考えております。そして、やっぱりですね、早くこのコロナウイルスがですね、収束を迎えることを、本当に、心からお祈りしつつですね、来年からですね、また福岡以外でも、いろんなところでも、コンサートがやれたらなと考えております。もちろんここ、福岡でもですね、これまで通り、いや、これまで以上に、一生懸命コンサートをやっていきますので、どうかチャンネルはそのままでお願いいたします。2日間ですね、2日間の本当にこれが最後の曲でございます。今日は本当にどうもありがとうございました。
こういった状況の中で、会場にですね、ご来場いただいているお客様ですね、本当にありがたいです。本当にどうもありがとうございます。ございます。コロナウイルスの影響ですね、また今後収束したらですね、またご覧いただいて、いろんな地方にですね、またコンサートしに行けたらと考えております。そして去年に引き続き、今年もですね、配信ということで、させていただくことになっているんですけれども、配信をご覧いただいている方もですね、本当にどうもありがとうございます。配信という文化はですね、もう今後、やはり、形でですね、残っていくんじゃないかなと思っているので、生のライブとですね、それから配信、この2つをですね、両方とも、しっかり大事にしてですね、今後とも僕ら、一歩一歩、進んでいけたらと思っております。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。Yeah.